日本選手権も、いよいよ4日目になります。二次予選の、最後の組み合わせとゴールデンレーサー賞、また、前半戦は負け戦、特に、1着になってもお帰りのレースが、何レースかあります。まず第1レースですね。第1レース、このレースは並びがかなりおかしいです。どうしてこんな並びになるんだろうというような並びがありますが、もちろん、各選手のモチベーション測れるなら、買い目も絞れると思います。まず南関東なんですが、鈴木の後ろが小原、まあそれはいいんですが、昨日も、落車してます。望月が3番手で、格上なのに折り合うということですね。また、最左の後ろも山形ということで、番手まくり含みなのか、または、渡辺哲夫が3番手に引いておりますが、渡辺も、成績が悪いと。まともなのは、旗山、三谷、吉田の、近畿、中部のラインです。ただ、徹底先行型は、鈴木と最左高。ただ、ラインのバランスを考えると、鈴木の、逃げが有力だと考えるのが妥当だと思います。その場合、旗山の連日の意欲が勝ってますので、一気にかますかまくる。追走の三谷、また後方になるかもしれませんが、最左近がまくり追い込みで、給水すると。買い目としては、三谷から、逃げている旗壇、また、後方から追い上げる最左近、その3番手の渡辺、この組み合わせでいきたいと思います。続いて第2レースです。第2レース、連日、徹底先行の高久保が不本意な、レース内容、このレースこそ、1で先行するのではないかと思います。ただ、ライン2車なので、まくるのは誰かと、それが絞れれば、買い目も絞れます。高久保が逃げていると。並びはちょっと変なんですが、関東分断を狙って、鈴木の番手に、田中が行くという。池田は、別戦を強いられて、石丸は、例によって後方からのまくり追い込みということで、買い目としましては、鈴木、田中と並んでしまいましたので、この裏表、また石丸のまくりが決まってしまえば、また番手の池田と。で、3連複で、逃げる高久保の番手、岩本は外せないということです。続いては、第4レースです。この第4レースでもいわゆるお帰りレースなんですね。1着を取っても9着でも、帰らなければいけません。帰郷レースです。そうなりますと、格上のいいのは番手まくりをしても、仕方がありません。しかしながら、連覇はもつれるということです。逃げるのは坂本だと仮定して、いいのが番手まくり。他のラインは、まくりが主戦法の、5番は佐藤隆一、7番は松川、4番は筒井です。
結局のところですね、飯野の後ろ3番手の、明田も、不調ということで、佐藤、松川、小野、筒井、ここを絡ませて、オッズを見ながら高配当を狙いたいと思います。前半戦の解説は以上です。